チャオ、あっちゃんです。久しぶりにね、ちょっとあっちゃんトーク動画でも撮りましょうか。最近ね、あんまりこういうトーク動画、座ってトーク動画って減っててね、ロケロケって行ったりで、まあ、原点回帰っていう感じで、あっちゃん結構ね、あっちゃん一人でこう撮る動画って増やしてよっていうリクエストも多くてね、そういうやね、あっちゃん昔をね、こうやって座ってみんなにどうですかとか、こんなんどうですかってお話してたと思うんだけど、まあね、それ賛否両論あってね、意外とでもそれで伸ばしてきてたとこもあったり、それでファンを話したこともあるけどもね。まあ賛否両論あるあっちゃんのトーク動画、久々にやってみましょうか。今日もまたかなり、賛否両論ある、あっちゃんなりに、自分なりに面白いかなって思うトークしていきたいと思います。はい、前置き長い、ごめんなさい。はい、今日は何かっていうと、あなたは成功者ですか？成功してますか？あっちゃんは成功者ですか？あっちゃんは成功者です。成功してます。人生、成功者です。笑ってます。みんなは成功者ですか？義務教育ちゃんと出て、いい高校に行って、いい大学に行って、一流の仕事に就いて、結婚して、マイホームを持って、はい、今、まあまあ、蓄えがいっぱいあってお金持ちです。成功者ですか？いかがですか？誰が成功者ですか？あっちゃんは自分で成功者やと思ってます。鼻で笑ったな。はい。一生懸命ね。みんな人生、どんな人生を送ってきましたか？あっちゃんの人生、小学校の頃は女の子か男関係なしに女の子として、まあ女の子と一緒に遊んで、中学校行く前後ぐらいからおかまっていじめられて、ね、中学校なんてはっきり言って記憶がない、楽しくなかった中学校、まあね、惰性で中学校は休まず中学校行って、で高校、もうね、どっちかって言ったら女子の多い高校行っときゃ、まあ、比率的に言ったらね、8、2、7、3ぐらいで女子の多い高校行こうと思ってんけど、ちょっととある事情で、そこの学校じゃない学校、そこも落とされちゃってね。で、地元の学校行くことになって、まあ、こっちはね、男子が多い学校やねんけども、まあ、そこの学校に行って、で、その後大学行く前にちょっと事故を起こしたりして、なんやかんやでメンタルがやられちゃって大学行けずにね、親にもやっぱ無理も言うように大学に行かずに、家業を継いだ。で、家業を継いで、車屋さんをした。そこからあっちゃんの人生は成功の道をたどってんねんけどもね、それまでの人生っていうのは何をしてたんかよくわからへん。要は、ね、常識って言われる常識にとらわれて、とりあえず義務教育は出て、高校は出て、大学も出て、で一流の企業に就職するのか、親の後を継ぐのか、真面目に車屋さんをするのかっていう時代が来て、で、あっちゃんは車が好きです。で、まあ、スーパーカーって言われてる、すごい車が好きやねんけど、まあ、ミニカー集めたりね、トミカとか集めたり、スーパーカーの写真集めたりする子供やってんけどもね、いつかはスーパーカー乗りたいなっていうことがあって、でそういう夢を見ながら、だからレーサーになりたい、レースしたいって夢を見ながら、親の後を継ぎながら、まあ、偶然車屋さんやったからね、そういう夢に近づくことはやってきて、で、車屋さんの仕事をしてきたね。車屋さんの仕事ってみんなお仕事って何のためにしますか？お金を稼いで家族を作ってでお金を稼いでマイホームを建てて、何不自由なく、奥さんと子供を養って楽しい人生を送るってみんな常識かのように言われてる。でもあっちゃんはそうじゃない。何が楽しい？今一番楽しいことをしたい。だから車屋さんしてたら車でどんなことしたら楽しいのか、車どう改造したら楽しいのか、だから今年の予算とか関係なしに 何百万何千万使ってレースしたりして、でそんなことしてやってきて、でお客さんの車も改造してっていうか好きに改造して、そういうことをやってきて、でまあね、とある事情で、その前は結婚して、で結婚しながらも好きな仕事をしながら結婚生活楽しく生きてきて、子供も生まれて楽しい生活してきて、でパートナーが亡くなって、ね、仕事をからもう精神的なもんで仕事から引退して、でフラフラしてて、でその時に巡り合えたのが今のこの YouTuber やねんけどもね、うん、お金はあんのかないのかっていうとありません。蓄えはほとんどありません。で今現在自由に使えるお金ありません。お金持ちですか？いや貧乏です。車ありますか？壊れて今ありません。負け組やんって世間は言うけど、あっちゃんは
今まあ全く収入がゼロじゃない YouTube の再生回数で、広告収入を得てる。それで全世界の視聴者さん、顔も知らない視聴者さんに、あっちゃんの言ってること素晴らしい、あっちゃんの言うことで癒されてる、あっちゃんの声で癒される、あっちゃんの声聞いたら眠くなる、あっちゃんのライブ楽しみにしてる、あっちゃん寝るみんなが大好き、ありがとうって言ってもらえる、そう全国のみんなに慕われてる、幸せです。あっちゃんはこんなに幸せな人生ない。世の中金ですか？金で、もちろんお金があれば幸せを買うことはできる。いや、すべては買えへんけど、お金があると幸せになるために早道はできる。ね、楽しい、欲しいものが買える。ただの道具です。お金にとらわれて、お金を貯めないといけない。なんてあっちゃんは思ってない。で、生きてて、みんな笑顔で生きてますか？明日、嫌な客のとこ行かなあかんねん。うわ、もう上司が怖いねん。上司に怒られるかも。こんなこと、もうこの会社嫌やな。もういらん、自殺したいわ。もうこんなの世の中いらんわ。で、苦虫噛みつぶしながらね、朝早くから電車に揺られて会社に行って、で、会社で上司の顔色見て、で、また怒られながら、嫌な人生を送って、で、帰ってきたら、奥さん、旦那の顔色を、伺って、子供は子供で、子供の世話しんどいなって、もういつも眉間にしわざくんな顔しながら生きてない。あっちゃんは子供と、親子なのか友達なのか兄弟なのかわからんような関係で、子供とニコニコ笑いながらゲームをしてます。で、まあね、健康のためにいい塩、そしていい食材をでご飯を食べる。もちろん欲しいものはいっぱいある。ランボルギーニウルスが欲しい、エルメスのバッグが欲しい、バーキンが欲しい、ね、グッチのスーツが欲しい、ね、そういう贅沢三昧はあるよ。もちろん六本木ヒルズの家が欲しい、ね、まあそういうね、夢を語るとキリがないんやけど、欲しいものとかしたいことはいっぱいある。でもそうじゃなく、今現在笑ってんのかって、笑ってます、ニコニコしてます。そう、やりたいことをやってきてんだよね。でも世の中では、家から出ず、用のない日はシャッターも開けない。シャッター、うちの家シャッターやね、玄関がね、シャッターも開けない。で、家から一歩も出ない。あそこの息子か娘かわからんやつ何してんねやろなんて近所に思われてるかからね。思わすのは自由です。勝手に思っときゃいいよ。あっちゃんは笑顔で生きてるからね。だから、何とも言いたいことも書いこともない。で、みんな人生において不安ないですか？このあと、明日会社に行って上司に怒られたらどうしよう、このプロジェクト失敗したらどうしよう、明日遅刻したらどうしよう、上司からこんなこと言われんねん、必要ないって言われんねん、あどうしようどうしよう、学校で先生に怒られんねん、親に怒られんねん、学校行かへんな親怒られんねん、会社辞めた親怒られんねん、みんな不安なこと思ってない？今現在本当にそんな不安起こってますか？勝手にないことを脳の中で不安に思ってビビってるだけなって、今現在何もないねんね。もしそんな不安なことが起こったらどうするってよく言うけど、起こったら起こった時全力で対処したらええねん。その時にか、いや何かしたらいいねん。今起こってもないこと、そんなことしてどうするの？例えば道歩いてます、もしかしたら空から飛行機が落ちてって死ぬかもわからんから、上向いて歩こうかなとったら下向いて下の溝にはまるよ、ね、ここもしかして交差点もしかして右からバイク飛んでって引かれたら死ぬかもわからない。え、左から車来るかもわからない。いや、もしかしたらこの上の木から毒蛇が来て首に噛みつかれるかもわからない。一歩も外に出れなくなってしまいます。堂々と歩いてね、車飛んできて、うわ車来た思ったら飛びのけたらいいだけのことやねんね。蛇飛んできたら首根っこ捕まえたらいいねん。で、コップにキュッてって毒出したったらいいねん。キャッチャーのリリースしたらいいねん。何も怖いことないのよ。その時になって対処したらいいねん。あっちゃんは怒りもしないことに対して怖がらない。それは何かっていうのは、あっちゃんよく言ってる、過去は所詮通ってきた道、後悔してもしなくても塗り替えることはできない、未来に起こる不安なんてものは、その時にならないと来るか来ないかわからないものに対して怖い怖いなんて言ってたら、今そんなこと考える時間が無駄。そう、今全力で楽しもうねっていつも言ってる通りやねんけど、今を楽しんでたら将来の不安なんてものは何もない。いつも笑顔でいれんねんね。だからたまにいてんねん、私は成功者なんだって、いい高校出て、いい大学出て、一生懸命みんなが遊んでる間一生懸命勉強して、そしていい会社に就職した。いい会社に就職してもやっぱり平社員の間は汗水流して一生懸命働いた。働いたことによって年収800万、年収1000万あんねん。
そして憧れのマイホームを建てた。億1億の家を建てた。家族と一緒に幸せなんだって言いながら、明日の仕事どうしようかっていつもこんな顔しながら、頑張って家のローンがって言ってるけど、本当に幸せなんでしょうか。オークション済んで、1億の一戸建て建てて、レクサス乗って、子供受験受験受験戦争、小学校の受験、うちの子供幼稚園どこへ受験さそう、うちの子供小学校どこ受験さそう、高校生になった次大学は一流大学、東京大学行ってもらわないと困る、いや商社に入ってもらわないと困るって、奥さんと子供のために子供のために子供のために本当に幸せな人生でしょうか。子供と一緒にマリオして、あはは落ちた死んだあははは言うてる人生が楽しくないでしょうか。あっちゃんは後者を選びました。今めちゃくちゃ幸せです。だからうちの子供はグレないで、あっちゃんが困ってたら助けてくれる。いい子供です。はっきり言って、まあ中学生、高校生、思春期の時にやっぱり反抗期もあった。可愛い反抗期やった。で、困ってたら助けてくれる。そんないい子供に育ってる。受験戦争で子供、親も子供も目ん玉釣り上げて、必勝って書いた鉢巻き、今どきしとるかどうか知らんけども、必勝鉢巻きしてこのろうそく立ててさ、一生懸命ガー勉強しとる子供見て幸せに思えるでしょうか。うちは中学校、高校、今中学校3年生、高校3年生、お互い受験やねん、2人とも受験やねんけども、受験もやのにゲームしてんねん。あっちゃんは何も言わない。だから自分の人生自分で選べばいい。それで大学行く、高校行く、うん、通れる範囲の大学にすんのか、自分の実力層にすんのか、ちょっとワンランク上チャレンジしたのか、それで落ちんのか通んのか、そんなものは子供の人生であって子供が選ぶこと。だからあっちゃんはそこをサポートはしてあげるけど、やりなさい、こうしなさい、ああしなさいは言わない。正直あっちゃんは 今この人生こう送ってきてね、小学校低学年までの勉強は読み書きそろばんとまで言うけど、読み書き計算さえできならば人生生きていけんねん。中学校、小学校の高学年から中学校に勉強したことなんて、はっきり言って社会に出て役に立ったら試しがない。一つだけ役に立った。中学校の、習った、サイン・コサイン・タンジェントはロールバー曲げる時の角度計算に役に立ったそれぐらいのことで、まあロールバー曲げる、人生でロールバー曲げることのない人たちはサイン・コサイン・タンジェントなんてほとんど使わへんからねその程度。あっちゃん大人になってね、中学校になった時の勉強何役に立ったんか言ったら、サイン・コサイン・タンジェントでロールバーの曲げる時の角度を、計算出した時ぐらいかな。それ以外久々にサイン・コサイン・タンジェントの計算をしたけどね、それ以外に、そんな勉強したことないね。相対角とか、照明とか、二次関数なんてもね、人生の今まで生きてきた人生で一度きりと出たことないね。はい、そんな勉強本当に必要なんでしょうか。そんなものにね、だから時間を取られるのって無駄かなと思う、ね、で自殺したり、子供がね、まだ小学校中学校高校の子があっちゃんに相談してくるの、もう辛いねん、自殺したいねんって、でも学校行きたくないねん、いやこの前もついに私不登校になっちゃったって言ってコメントくれてね、いいよって、頑張らんでいいんだよってあっちゃんは声かけてあげる。だって人間、命をなくしたら終わりです。この世から消えちゃいます。その命のために、嫌な学校行ってても仕方ないやん。義務教育なんてもんはさ、目の前の嫌なことから逃げたらええねん。この人生から逃げたらあかんのよ。だからあっちゃんは、自殺に甘えるんじゃなく、人生に甘えなさいってあっちゃんは言ってんだけど、義務教育なんてもんは、学校行かんで休んどったかって勝手に卒業できんねん。義務教育の時に学校休んだから卒業させませんって学校ないねん。で高校とか会社行って大学行って、高校大学会社行って嫌なことがあったら会社とか大学高校辞めたらええねん。別に辞めたかで誰も何もないよ。働けだけのことね。高校だって違う学校行ってもいいし、嫌なことから逃げたらええねん。人生から逃げたらあかん。だからあっちゃんはバカになれってよく言うねんけどね、うん、そんな人生を送ってるとね、やっぱり人生成功者は誰か、あっちゃんです。お金はないよ、バカだよ、でも人生楽しいもん、楽しんだもん勝ちです、人生なんてものということで、人生の勝ち組とは何か、本当に一生懸命一生懸命頑張ってる人が本当に勝ち組なのか。あっちゃんは世間の常識は非常識ってよく言うねんけど、非常識に生きたらいいのよ。
常識に生きて辛い人生を送って、あっちゃんいつも言ってんだけど、死ぬ時に、あ、今回の人生楽しかった、おもろかった、さようならって死にたいよって言ってるのはそこやねんけど、苦労して一生懸命して一戸建て建てて苦労して子供大きくなって年いったら遊べんねんね、リタイアしたら遊ぶねんっていう、リタイアした年にがんになっちゃったりとか動けなくなっちゃってとか、その時にね亡くなったりしたら人生楽しくなく終わってまうやん。あっちゃんは今現代楽しく生きたい、こんな生き方が成功者じゃないのかなと思います。人生全力で頑張って生きないでください。頑張るなんて持ってない方です。でみんなやっぱりそんなことして労働制労働制労働なんてもんは昭和初期のこと、昔ね追いつけ追い越せって段階の世代の人たちが頑張ってバブルまではね頑張ってきた。バブル以降は労働なんてもんはしなくていいのよ。はぁ？って言われるんだよ。労働せえへんかったらどうのこうの。労働不労所得っていうのもあるし、これから労働なんてものはロボットが労働してくれるんだよ。今実際車作ってるのは誰ですか？ロボットです。人間よりもロボットが車作ってるんだよ。そのロボットの補助をしてるのが人間やねん。人間は労働ほとんどしなくてもいいねん。だから、これから今後もっと労働者っていうのはロボットに変わっていく。だから、人生っていうのは労働じゃなく、もっと頭を使って体を使わなくて働くっていう方法もある。日本人っていうのは労働指導、ね、みんな同じ右に習え、コピーロボット作られてんねん。それに洗脳されて国の洗脳で働かされてる人ばっかりやねん。それでお金を稼いでお金を稼いでお金を稼いだお金を、税金として取られて、税金を取るためのロボットとして国に洗脳されてんねんね。そんなものに洗脳されて国のために生きるんやったら自分の好き勝手して、税金払わんでギリギリのレベルで生活できて、あっちゃんはそうです。税金払うレベルまで儲かってないです。今はっきり言って非課税です。でも楽しいです、人生。それでいいんじゃないか。余計に稼いでいっぱい税金持ってかれるんやったら、税金払わんでギリギリのとこでふわ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 生きてる方が楽しいよ、はっきり言って。で YouTube で夜な夜なライブしてくれて、チャオ、あちゃんです、今日誰誰さんチャオです、今日楽しかった、よかったね、今日はね、あ、そんなことあったん、つらかったね、よしよしよしって言って、みんなあっちゃんに話癒されたって言ってくれたらめちゃくちゃ楽しい。そのライブですら数百円数千円の利益がある。それの重なって1ヶ月の利益がある、1ヶ月の利益、それが年間の利益ある。それがあっちゃんと子供と工場、それと動画使うための小道具の経費を引いた上で非課税状態ってことは、ランボルギーニなんてものは自分の実力で買えません。シャトーブリアンなんて食べられません。でもシャトーブリアン食べたいね、儲かったら食べたいね、あ、手元に今1万円余裕あるわ、今月さ1万円あるけどちょっと服我慢してシャトーブリアン食べようか、食べてもいいわけよ。でも、オークション買おうかなんて無理です。オークなんてものはあっちゃんの手元に今のところ手に入ってくることはない。今のところね。まあそれはそれで楽しい。もちろんそれで何かのね間違いかなんかで、神様がね渡すとこ間違えてあっちゃんのところに1億円振り込んできてくれて、使ってねって振り込んできてくれたら喜んで使います。はい、それはそういう生き方もあるけどもね。でもやっぱり人生っていうのは笑って生きる。だから、明日歩いとって道端に1億円落ちとって、あっちゃんあなたにあげますって書いてあってくれたら嬉しいなーなんてバカなこと言ってたりね楽しいやん人生、そんな生き方してね、みんながね、あいつアホちゃうかとか、あいつは異端児やねって、あいつ常識ないねって、非常識だよねって言われて生きる方が楽しいね。常識っていうね、国の洗脳に乗っかってね、洗脳されてね、目三角にして生きてるよりもね、いつもニコニコして生きてる。お金があろうがなかろうが、いや生きられへんで、お金がなかったら死んでまう。そうじゃなく、生活できるレベルまで稼げたらそれでいい。だからあっちゃんは YouTube で低空飛行でふわ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 してる方が幸せなのよ。だからあっちゃん勝ち組、あっちゃんでした。はい、あっちゃん人生の、成功者です。ではまたね、こんな話いかがでしたでしょうか。たまにはね、こう初期の頃やってたこんなね、幸せになれるよって、これってね、本当に幸せかどうかって言ったらね、脳内が幸せです。お花畑、この人あれだねって、なんていうのかな、ちょっとバカにした言葉でね、なんて言うんだっけ、ちょっと言葉出てきゃへん、
分からない、ごめん、もうあの時間かかるからもう何も言わへん。まあ言ってみたら、あの人あれだねって、なんていうの、イネみたいなこと言われてね、イネじゃない、まあ何でもいいや、楽しそうやねって思われても、バカにされてね、あいつお金持ってへんのにね、ニコニコニコしとんなって言われとっても、お金持っとってね、苦労とかストレスためたら、ストレス全くフリーで、こうやってわーわー楽しめてお金がない方が楽しいのよ、人生。これが勝ち組やとあっちゃん思ってます。はい。ということでね、まあ、あっちゃんの名言、楽しんだもん勝ちです。以上、またね、バイバイ。